父さんがベースをやっていて、小さい頃からあの音楽に触れる機会が多くて、そこで高校になって音楽をやってみようと思うようになりました。親が製造業をやっていて、ものづくりが好きだったので、そういうものづくりの関係する高校に入りたいと思ったので、この高校に決めました。バンドのギターの子もめちゃくちゃ上手くて、ちょっとこれ自分大丈夫なのかなってちょっと思いました。入った時ベースをやったんですけど、歌うのが好きだったのと、はい、好きだったのでボーカルやろうっていうことになりました。強弱をすごい大げさにつけるようにしてます。常に書いてるってわけじゃないんですけど、言葉を探したりとか、こういう言葉あったらいいなっていうのを見つけたらメモしたりとかっていうのは常にしてますね。仲良くて和気あいあいとできてるかなと思ってます。先輩たちがいる中で2回連続で奨励賞だったので、今回こそは最優秀賞を取るっていう強い意志を持ってやってました。嬉しかったんですけど、なんか驚きというか、そういうのもありました。6月にも大会があるので、その大会でも最優秀賞を取れるように頑張りたいと思います。